5月24日に行われたオリックス対巨人の1回戦、オリックスは2対4で敗れました。今日の試合、采配次第では勝ち得る試合だったと思います。そんな今日の試合を振り返っていきます。今日の先発は山岡大輔でした。山岡は今日も好投を披露。まともに打たれたのは吉川選手のヒットと岡本選手のツーランホームランくらいで、今日もいい投球でした。ホームランを打たれた1球を山岡投手は悔やんでいましたが、結果は6回2失点。ナイスピッチングでした。今日の試合、5三だったのは8回に登板したビドルですよね。このビドルという投手、いい日と悪い日がくっきり分かれてしまう使いづらいところがあります。今日は先頭から2者連続フォアボール、自らピンチを招きました。結局そのフォアボールのランナーがそのまま失点となり、決勝点となりました。味方打線が勝ち越しのチャンスを逃した後の守備だっただけに無失点。欲を言えば野手が引き締まるような投球を見せて欲しかったなと思いました。次は攻撃陣、今日のスタメンを見ていきます。1番福田、2番宗、3番大城、4番中川、5番マッカーシー、6番杉本、7番頓宮、8番野口、9番山岡。ここ最近うまくいっていた形の DH なしバージョンと言えるスタメンでした。このスタメンの注目は捕手。今日スタメン起用されたのは頓宮でした。ということは打撃好調な伏見がベンチにいるということになります。伏見をいつ使うのかというところを今日の試合注目していました。しかし伏見に出番はありませんでした。これが非常にもったいなかったですよね。この試合で伏見を使えそうな場面が1回ありました。それが7回表の攻撃、満塁のチャンスで佐野選手がタイムリーを放ち、同点に追いついた回の攻撃です。この回、同点のタイムリーを放った佐野選手は2アウトからの出場だったんですが、その一人前、ワンアウト満塁、野口選手のところで佐野選手を代打に送るべきだったんじゃないかなと感じています。今日の試合はセリーグ主催試合、 DH がないというところを考えると、一度来たチャンスで点を取り切るというところが求められてくると思います。野口選手の最近の調子、佐野選手の対左に対する強さ、佐野選手に加え伏見もベンチに残っていたことを考えたら、積極的な代打策を打てる場面でしたし、打つべきだったと思います。この回に点を取り切れていたら、この試合は勝っていました。それだけにもったいない采配だったなと個人的には思っています。それと今日の試合で目についた点が1点、それは初回の淡白な攻撃です。この回の攻撃、1番福田、2番宗、合わせて3球で終わってしまってるんですよね。これでは攻撃になりません。相手投手も乗ってきます。1番福田が粘れなかった時には、次の打者に球筋を見せるような粘りのある打撃を胸にしてほしいなと思います。今日2人ともヒットは出ています。調子はいいはずなので、もう一つ上のレベルの仕事を初回立ち上がりの攻撃で要求したいなと思います。今日の試合、バファローズは残念ながら敗れてしまいました。セリーグ主催試合特有の積極的な采配が求められてくるなと今日の試合で感じました。今後の試合で采配に変化が見られなければ、昨年の日本シリーズのような惨敗となってもおかしくありません。選手チームの状態がいいだけに、この勢いを止めないような采配を中島監督に期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。